大艦巨砲主義。大艦巨砲主義とは、砲撃戦を重視し、巨大な手法を軍艦に搭載する思想。第一次世界大戦のジュットランド海戦でイギリスとドイツが土球戦艦、超土球戦艦を含む艦隊で衝突し、砲撃戦の重要性が再認識されたことで、各国の大艦巨砲主義は一層強まった。日本海軍でも日露戦争時の日本海海戦で、 大艦巨峰と艦隊決戦を史上とする考え方が確立された海戦用無礼。その後も太平洋戦争後半期まで軍令、戦術上の主流となった。チョーク進行してくる敵艦隊を全力で迎撃、撃退するのが基本方針であり、その際の主役は戦艦とされ、航空母艦、巡洋艦、駆逐艦等は脇役に過ぎないという思想があった。 大環境砲主義の進展は射撃完成装置とも関連しているという意見もある。ドレッドノートが画期的だったのは多数の手法の射撃完成を可能とする射法の完成あってのことである。1940年頃まで各国の戦艦は工学式速虚偽と後違版射撃を用いた射撃完成装置を使用していた。しかし米英では百四十一年以降、 レーダーの実用化により着弾観測については光学式測距儀よりも例を使用した電速射撃に移行していった。これに対し日独は米英に電子閉装で格段に遅れを取り電速測距と併用したものの光学式測距儀を最後まで実戦で使用した。なおフランスはすぐに敗戦したため射撃用レーダーを搭載したもののその効果は不明である。イタリアは 終戦時まで対空見張り用レーダーのみだった。光学式の測距は特に遠距離射撃では誤差が大きく近距離でも夜間、鈍天、悪天候などで視界の悪い時にレーダー管制に劣っていた。そのため水上艦艇同士の戦闘において電速射撃が行えることはかなり有利だった。ただ初期の射撃用レーダーは 即挙性能は充実していたものの方位探近くが不足しており、時には高額観測射撃に遅れをとることもあった。他国より大型の戦艦に巨大な手法を搭載するという文字通りの大艦巨砲主義はワシントン海軍軍縮条約明け後には終焉した。手法後継の増大には歯止めがかかり、前代と同程度、 あるいはやや小型化した手法の採用例が多くなった。これは、ユトランド沖海戦の戦訓をもとに、速力、防御力とのバランスの取れた戦艦の設計重要視されたからである。これ以前の戦艦は速度を、巡洋戦艦は防御力を妥協して、排水量を抑えていたが、そのような設計の問題点が明らかになった。そこで、速力も防御力も共に優れたポストジュットランド艦。 高速戦艦が建造されたが、必然的に排水量も増え、手法口径の増大を諦めざるを得なかった。例外的に手法口径を増大させた日本のヤマト型戦艦は、排水量を抑えるための角の集中防御と、速力不足を問題視する見解もある。航空機の発達と実績により、第二次世界大戦中に航空機の優位が確立、航空主兵論の台頭が、 戦艦の時代終わりを遂げることとなり、大和型72,800トン45口径46センチメートル9門と同等のモンタネ9戦艦71,922トン50口径16インチ砲12門全合石が1943年に建造中よされことをもって大艦巨法主義は終焉を迎え、以後戦艦の心臓は行われていない。 大艦巨砲主義に関し、太平洋戦争において、日本海軍が、米海軍と異なり、大艦巨砲主義に拘束され、航空優一層に転換できなかったという批判があるが、大艦巨砲主義や、航空優一層の意味は、多義的なもので検証に耐えるものではなく、決戦に備えて、戦艦を使用しなかったという語りも、事実は、あるいは使用されあるいは使用されようとし、あるいは戦艦。 しては見捨てられて使用されなかったのであり、機動部隊の牽制化も重要な意味を持たない上に、アメリカ海軍が高速空母部隊を創設した時期は、日本海軍も連合機動部隊の発令をした時期であり、この批判はイデオロギーであるとする意見もある。ただし、航空主兵論者の奥宮正武海軍中佐によれば、当時の日本海軍の航空主兵論者による大環境法主義への批判は、 日本海軍において、ほぼ使用されなかった戦艦に、予算、機材が使用され、主力となった航空に十分に回らず、大艦巨砲主義のもとで、戦艦は何もしないことで、航空部隊の行動の妨害になっていたこと大してで、ある。戦後、日本海軍の法術出身の大艦巨砲主義者は、次のように語っている。福留茂中将は、 多年戦艦中心の艦隊訓練に没頭してきた、私の頭は転換できず、南雲機動部隊が、真珠湾攻撃に移行を奏したのも、なお、機動部隊は補助作業に任ずべきもので、決戦兵力は依然、大艦巨峰を中心とすべきものと考えていたと、反省を語っている。眉積春夫大佐は、大艦巨峰が、航空主兵に敗れて、なお、戦前の想定通り、 砲撃主体の艦隊結成を挑むべきであったと生涯主張し続けた。戦後、大艦巨砲主義に反対していた日本海軍の航空主兵論者たちは次のように語っている。現田ミノル大佐は、海軍が大艦巨砲主義から航空へ切り替えられなかったのは、組織改革での犠牲を嫌う、食後指揮の強さが原因だったと指摘する。大砲がなかったら自分たちは失業するしかない。 多分、そういうことでしょう。平日思想を変えるということは、単に兵器の構成を変えるだけでなく、大環境法主義に立って築かれてきた組織を変えると、ことになるわけですから。人情にもろくて、波風が立つのを嫌う、日本人の性格では、なかなか難しいことですと語っている。奥宮正武中佐は、戦艦無用論も含む、航空主兵論は、戦前極端とも見られたが、 太平洋戦争の経過がその見通しが、ほぼ正しかったことを証明したとして、特に航空関係者が嘆いていたのは、大環境法主義の下で作られる戦艦の建造費、維持費など莫大な経費が浪費される割に、ほぼ戦局に寄与しないことであり、それを航空に回せば、より強力なものができると考えていたと語っている。大砲技術が発達し官報で撃沈が可能になると、 原則に穴を開けて、多数の艦砲を並べると被害を受けやすくなった。そのため砲数を減らし、一門あたりの威力を高め、敵艦砲に耐える装甲を施すこととなり、装甲艦の時代となった。技術開発が進み、砲の大きさ、口径、口径長が威力と比例するようになった。戦列艦から走行艦への移行期には、小型化が見られたものの、大砲、動力、 造船技術の進歩に従って軍艦は巨大化していった。そして、木製艦隊に装甲を施した装甲艦から艦隊自体を鉄鋼製とした艦へと移行、大型の艦隊と搭載砲を持つ戦艦と小型の偵察などを目的とする巡洋艦へと分岐した。近代戦艦の始祖とされるのはロイヤルサブリン級戦艦である。なお、 1895年から順次竣工したマジェスティック級戦艦が30.5センチメートル砲4門の手砲を搭載、そしてその砲の威力に対応する装甲を持つ全土級戦艦の基本型を確立した。しばらくは各国ともこの様式で戦艦を建造したが、1906年にイギリスで完成したドレトノートによって手砲4の枠が外された。この艦は 従来の戦艦に比べて飛躍的に向上した攻撃力と機動力を有し、建造中の戦艦をも一気に旧式にするほどの衝撃を与えた。そのためこれ以後世界の海軍はドレッドノートを基準とし、これらを土球戦艦と称する。そして超土球戦艦の登場によって、30点をセンチメートルという主方向景の枠も外され、戦艦の攻撃力は 手法の大きさで決まる時代となった。敵艦より大きな手法を備え、敵弾に耐えられる厚い装甲を備えた戦艦が、海戦では有利である。その結果、戦艦とそれに搭載される手法は、急速に巨大化し、また数量で他国に負けないために大量建造が行われた。コストパフォーマンスその他の理由によって、前代より、排水量、手法が小型化する場合もあった。 巡洋艦とは対照的に戦艦はひたすら大型化の一途をたどった。日英独は戦艦と同じ巨砲を持つ巡洋戦艦も建造し、中には大和型の二十五年も前に世界初の十八インチ砲搭載艦となったフューリアス等がある。第一次世界大戦のジェットランド海戦でイギリスとドイツが土級戦艦、超土級戦艦を含む艦隊で衝突し、 砲撃戦の重要性が再認識されたことで、各国の大環境法主義は一層強まり、日本では日露戦争後の1906年から1920年代までは、戦艦が海軍力の主力として最重要視され、列強各国は巨砲を装備した新鋭戦艦の建造競争を展開。主力艦たる戦艦部隊同士の砲撃戦によって、 海戦行きいては戦争そのものの勝敗が決まるとされ、巡洋艦や駆逐艦などの戦艦以外の艦艇は主力艦の補助艦とされた。戦艦を保有できない中小国の海軍でも限定的な航続距離、速力の解剖戦艦と呼ばれる艦を建造し、戦艦に近い能力を持とうとした例も多く見られた。この時期には戦艦は戦略兵器であり、 他国より強力な戦艦は国威を示すものだった。戦艦の建造競争は1921年のワシントン軍縮会議におけるワシントン海軍軍縮条約締結により一旦、集団、海軍休日したが、1937年のワシントン条約が執行すると、建艦競争が再開された。しかし、手法を巨大にする大艦巨法主義は衰退し、 速力と防御力のバランスが重視され、手法口径も従来か従来以下のサイズにとどまったが、日本だけ例外であり、戦艦史上最大の46センチ手法の6万4千トン級、ヤマト型戦艦、ヤマト、武蔵を建造した。ヤマト型は6万トンを超す大艦であり、45、径四46センチメートル砲という巨砲を備えた、大艦巨砲主義の申し子だった。 戦艦との戦闘では優位に立てたはずのヤマト型も航空機には勝てず、ヤマト、武蔵共にアメリカ海軍航空母艦載機の集中攻撃を受けて沈没した。またヤマト型の他にも連合国、通軸国を問わず多数の戦艦が航空機や潜水艦の攻撃で沈没した。さらに日本はヤマト型よりも大型の51センチメートル砲を積む。 長山戸型戦艦の建造を予定していた、戦中に計画中止。ただ、米物毒素も3万5000トン級を量駕する巨大戦艦の建造を計画はしている。しかし、直後に始まった第二次世界大戦では、海軍の主役の座は航空母艦に移った。かつて想定されていたような戦艦同士の砲撃戦は、ほとんど発生せず、戦艦の役割はもっぱら対地砲撃。 機動部隊や輸送船団の護衛、あるいは通称破壊などとなった。ワシントン条約期間中に建造されたフランス戦艦団ケルク級1937年春行以後第二次世界大戦後までの9年間に建造された戦艦は27隻だった。第二次世界大戦前、または戦中に建造が開始され、大戦中にアイオワ級戦艦が4隻収益し、 戦後に完成したイギリスのヴァンガードとフランスのジャンバールを最後に新たな戦艦は建造されていない。1941年12月、太平洋戦争が開始、新珠湾攻撃など、初戦の航空戦で主役である戦艦を出す前の梅雨払いとしての航空機が予想以上の戦果を出し、第一航空艦隊、長官は、長も忠和中将は、 地球を周するほど縦横無尽の活躍を見せた。それによって、航空戦力の評価が高まり、戦前から訴えられていた、航空主兵論が勢いを増した。1942年、昭和17年4月28日及び29日、大和で行われた第一弾作戦研究会で、第一航空艦隊航空参謀言、多実中佐は、大環境法主義に執着する軍部を、 旗主皇帝は阿宝宮を作り、日本海軍は戦艦、ヤマトを作り、共に笑いを後世に残したと批判して、一切を航空主兵に切り替えるように訴えた。第二艦隊砲術参謀、藤田聖路は、ヤマトの主砲射撃を見て1942年、昭和17年5月1日の日誌に、すでに戦艦は、有用なる兵種にあらず、今おもんぜられるはただ従来の惰性。 空像崇拝的進行を終えつつあると残した。海軍はそれでも大環境法主義を捨てきれなかったが、ミッドウェー海戦での第一航空艦隊の壊滅により、思想転換は不十分だが航空戦力の価値が偉大と認め、航空優先の戦備方針を決定する。しかし、方針、戦備計画のみで、施策、実施などまで徹底していなかった。国力、 工業力ともに不十分な日本では、航空と戦艦の両立は無理であり、艦艇整備を抑える必要があったが、そこまで行うことができなかった。第3艦隊は航空主兵に変更されたが、第1艦隊、第2艦隊は従来のままで、第3艦隊で制空権を獲得してから戦艦主兵の戦闘を行う考えのままだった。1943年、 昭和18年第3弾作戦計画発令で、連合艦隊作戦要項を制定発令し、航空主兵を目的とした平日思想統一が行われた。1944年2月に第1艦隊が廃され、翌月に第1機動艦隊が創設されたことにより、ようやく大艦巨砲主義が終焉を迎え、機動部隊が最重要視されることとなった。 その機動部隊と陸上基地航空兵力はギルバートマーシャル諸島の戦い、マリアナ沖海戦、台湾沖航空戦など戦いで全く戦果を上げることなく大打撃を受けた。レーテ沖海戦に参加した小沢機動部隊にもはや攻撃力はなくおとり部隊として壊滅した。同作戦でレーテ湾に突入するはずだった戦艦部隊は目的を達しないまま反転し、その過程で ヤマト型戦艦、武蔵が航空攻撃によって撃沈された。翌年4月には沖縄に向かうヤマトが、これも航空攻撃によって撃沈され、棒の岬沖海戦、日本海軍は大艦巨砲と航空主兵双方がアメリカ海軍の航空主体の物量に破れる形で終焉を迎えた。なお、戦艦が最後に、 実戦で使われたのは1991年の湾岸戦争。アイオア級戦艦、ミズーリとウィスコンシンが出撃し、一定の戦果を上げている。建造数については、第一次世界大戦中の1916年までが、ピークで1910年からの7年間に、全世界で巡航した戦艦は100隻を超える。7年間に建造された戦艦巡洋戦艦の、 数を国別に列記する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。